皆さん、こんにちは。今回の内部研修動画は、生活リハビリの重要性について行いたいと思います。介護老人保健施設、老健とは、老健はあくまでも中間施設であり、ずっと入所していられるわけではありません。在宅復帰、あるいは軽度者施設への退所、転所が求められます。そのためには生活リハビリが重要になります。生活リハビリとは、自分でできることは自分で。1、利用者様の最大能力を評価し、把握します。2、日常動作をできるだけ自分で行うよう働きかけを行います。3、できないところを解除します。それでは、トイレ動作について考えていきましょう。1、車椅子、足の位置を調整し、セッティングを行います。2、体を前傾させ、手すりに手を伸ばします。3、立ち上がります。4、立位保持を行います。5、階の操作を行います。6、方向転換を行います。実際の生活リハビリの場面です。この方は麻痺があるので、足の位置を揃えるセッティングに介助が必要となります。また、上肢に頼って立ち上がりをしがちなので、前傾するよう介助が必要となります。生活リハビリの効果。1、認知機能や身体機能の維持向上を図ります。2、生活の質の維持向上が期待できます。3、できることが増え、意欲を引き出せます。まとめです。1、老健施設は中間施設であり、在宅復帰や退所、転所が求められます。2、利用者様のできるところは行ってもらい、できないところだけを解除します。今後の取り組み。各職員に周知できるようフロアにポスターを貼り、生活リハビリを PR していきます。以上で今回の内部研修動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。